はい、どうもみなさん、こんにちは。三髄の方の難しい方の塩。東京バロバロン市川まなめでーす。上崎しおりでーす。みなとりくでーす。この前よりでーす。あためいでーす。お月見でーす。はい、ごめんなさい、お願いします。ということで、今日東京バロバロチャンネルさんと、はい、まあ、コラボということで、はい、僕もね、結構いろんな、いわゆるその業界などコラボするんですけど、今日は、本当にちょっと持ち込み企画で、はい、ギネス記録にチャレンジしたっていう、はい、ちょっと真剣にギネス記録で、ただちょっとね、一般の女性もいいんですけど、企画にぴったり合うなと思ったんで、ちょっと皆さんなんですけど、ですね、ギネス記録でブラジャーのホック外し、何ができるかみたいなやつにちょっとチャレンジしたいんですよ。もう話聞いてるから用意してるわけですね。よろしくお願いします。1分間で、59とか、まあ、60とか、すごい、はい、1秒より1分ね。そうなんですよ、すごい、ガーって。なんで僕がもう皆さん並んでいただいて、ガーッて流してるんで、なんですか、一人ずつ喋ってもらっていいですか。はい、6人いるってことは、はい、私たちはすぐつける。そうなんですよ、すぐつけていただかないとダメですし、うん、一応これ YouTube なんで、はい、出ちゃうのもよくないんですよね。で、まあ、出るとモザイクかけるので問題ないんですけど、はい、一応まあバッてやった時に自分ですぐ止めていただいて、はい、で僕が向こうまで行ってまた1人目まで戻ってくるときには1人目の方は自分でパッてすぐつけていただかないとちょっと間に合わないんですよ。はい、ということでよろしくお願いします。はい、まあ、最悪の日本記録だけはなんとか30個とか20個とかですよね。そんなに違うの？そんなにない。すごい、すごい、はい、そんなにないんで、すごい、はい、ちょっと準備だけしてね。はい、分かりました。はい、ちょっと準備できたんですけど、見てくださいこれ、完全に個人的な趣味みたいな動画ですけど、趣味すごいですね。いや、これ本当 YouTube すごい心配なんですけど大丈夫？いや本当に大丈夫、お前のせいにしていなかった。なんで俺じゃないじゃん。すごい、こんな感じで東京パラパラさん動画撮られてます。あ、すごく健全な。見るの初めてです。はい、一応言ってきますけど、あれですからね、プロの DVD 女優の方ですからね。一応言ってきますけど、一般人の方はこういう風にしてるわけじゃないですかね。ということで、ギネスが1分間に、はい、まあ、60ということで、はい、まあ、なんとか、まあ、日本記録だけは最低超えたいんで、ちょっとやっていきます。はい、はい、もう僕がパーって行くんで、パーって行くんで、すぐに1人目の人はすぐにつけないとダメですよ。はい、はい、で、つみでつけつつ、見えないように気を使ってもらって、はい、はい、お願いしますよ。はい、お願いします。ジャズ、いつもよりお客さん少なくて大丈夫。だって目の前に、お前ずっとおっぱいがない。目の前におっぱいあるもん。目の前におっぱいあるもん。見て、見るしょ、見るしょ、おっぱい見るよ。いきますよ。はい、お気づき。じゃあ、いいですか、始めちゃって。よーい、いいですか。絶対、乳首だけは出さないでね。はい、ジャグも、おちんちんも出てるから、半分。お前、いい加減にしろ、今日。やめとけ、やめとけ。あ、ちゃんと、じゃあ、3、2、1、スタート行ってもらっていいですか。あ、わかりました。はい、ちょっと本気出します。ちょっともう笑いなしなんで、本当に。真剣？はい。はい。行きますよ。はい。3、2、1、スタート。はい。あ、え、あ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 、え、なんか、そんなやつさ、違う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 、え、違う、違う、違う、え、片手でプライベートでやっぱやらない。優しさやらないですよ。普段は優しくそうやっちゃうんで、プライベートは。え、そうなんですか。やっぱり童貞でしょ。プレイデラだろ。プレイデラの嘘だろ。プレイデラとか言って。プレイデラだよ。プレイデラ。しかもさ、なんかちょっとさ、肌に触れないように。普段優しさが出ちゃったから。
本当にそれは本当に。あ、ごめんごめん。じゃあもうちょっとコラボ聞いていいのね。スタッフさん打ち合わせないから、コラボだけ言っていいの？いいのね。はい、オッケー、これ確認させて。オッケー、わかりました。じゃあ、片手でね。はい、そう、オッケーです、オッケーです。はい、これね、2回目ね、いきますよ。はい、はい。なんか、そういうアイコールとか出さなくていいから。取るだけで感じちゃうから、俺が。入れないって感じですか？俺が感じちゃった。ごめんごめん、ギネスだから。ギネス、ギネス、ギネス。オラロ系ね、オッケー。勝負。よし、行くぞ。はい。じゃあ、じゃあ、また感動で。行きます。うん。3、2、1、スタート。はい。はい。おっ、さっきよりのやつ。おっ、えほら、また。ほら、やった。やった、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 やった。あれ？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 ちょっと待って。チャンネル登録してください。定期的に週3、4ぐらいで多分動画が上がってるんですよね。そうですね。で、ここのメンバー今多分出てるんですよね。はい。普段どんな企画をやってるんですか、主に。ドッキリとかもやってる。あ、いいっすね。ドッキリやってるんですか。ドッキリだったりとか、私も夜勤に出てる。あ、そうなんだ。え、ロケもやるんですか。はい。え、ロケ出ると大変じゃないですか。大丈夫ですね。ロケ出るんですか。危ないですよ。全然ハチ公前。はい。危ないですよ。むしろ皆さんに来てもらって助けてとかって言ったり、参加したりしたりとかもしてるので。東京ってすごいね。すごいですね。僕は本当に田舎から最近引っ越してきたんで。あんな親がすごいですね。ということで、同時配信で、多分同時刻で出てるんで、概要欄見ていただければ、パラパラチャンネル今後もよろしくお願いします。お願いします。ちゃんこは立ってるよね、ずっと。それは本当そうですね。ちょっとやめとけ。じ
ちょっと金玉蹴らして金玉蹴るのだけダメやめとけこの間なんかねちょっともうあえて名前出さないですけど他の、まあ、事務所の方なんでめちゃくちゃ緊張してて普段からずっとなんかやっぱ見るんですよずーっと誰が見るんですか、まあ、誰見てるの正直言ってえここ みんな知ってるもちろんどうだみんな見てるのうん見てますよ皆さんはい、どうだ、はい変態だね、見た方がいいっすよえ見た方がいい何勉強した方がいい勉強したいそう、童貞の一人よがりだからそうそう、知識だけ豊富で大丈夫だねこんな感じで、また2本目あるんでまた見てください、お願いしますありがとうございました